ちょろかし。スリー、ツー、ワン、はずごいまい。ということで、約1週間ぶりの投稿となります。皆さん、1週間休んで、すいませんでした。まあでもね、それにはね、いろいろ理由があるっちゃんね。それはなぜかというと、すごいことが起きたよ。シドニーに鹿島アントラーズユースが遠征に来ました。いや、怒涛の1週間というかね、すごい1週間やったね。まあ何がまずすごいって、鹿島アントラーズユースのコーチよ。レジェンド。びっくりしたね。まず、監督。柳沢監督。柳沢敦さんですよ。びっくりだよね。そしてコーチ。小笠原コーチ。元サッカー日本代表。そして、ゴールキーパーコーチは、曽我畑コーチ。もう3人元日本代表、そんなコーチ陣が来るとは。そしてもう一人、元鹿島アントラーズ鈴木修斗コーチ。びっくりだよね。びっくりした。いや、まさかね、そのレジェンドたちよね、レジェンドがねシドニーに来るとは。まあ、もちろんね、それはね、メイテイシーの代表でもあるね、田代雄三コーチがね、アテンドして、まあそのつながりでね、まあすごいよね。元鹿島アントラーズということでね、今回、ユースの子たちがね、シドニーを選んでくれてね、いやあっという間の1週間というかさ、めっちゃいい経験やったね。いや、まず最初にさ、ピックアップ、空港にピックアップ行って、もう、思ったよりね、高校生もね、身長でかって思ったね。今時の高校生ってそうなんやと思って。で、ついにレジェンドたちが降りてきてね、まあ緊張よね。まあそこそこやっぱ緊張するよね。で、挨拶して、まあ、この一週間も、一言で言うならめちゃくちゃいい人たちやった。びっくりしたね。こんなにいい人たちなんだっていうね。そして熱いコーチ陣やったね。いや、最初のね、最初の日かな、二日目かな。オペラハウスに行ったっちゃ、みんなで。いや、考えられる？もうね、サムネやね、タイトルにもね、わかる通りね、オペラハウスの写真。まさかそのメンバーと一緒にね、写真撮れるとか思ってないけんさ、もう完全に世代よ。もうめちゃくちゃ見よったけんさ、その人たちが来てさ、一緒に写真撮れるとかさ、オペラハウスに一緒に回れるとか思ってなかったけんさ、めちゃくちゃいい経験やったし、うん、そして何よりいい人たちやったけんさ。で、あとやっぱね、試合もしたし、シドニー FC のその、アンダー20の子たちとか試合したり、うん、あと、シドニー国際日本人学校、うん、日本人に行って、子供たちと一緒にボールを蹴ってもらったり、ユースの子たちが。そして、コーチ陣は、体育館で、もうスペシャルゲストよね。子供たちと保護者の前で、いろいろね、話してくれたり、司会進行。いやー、緊張したよ。まあね、でも緊張した。でもね、何に助けられたってね、あの子供たちのね、あの質問の多さ、みんな手を挙げて、はい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 っていうさ、あれやっぱ日本じゃ多分ね、あ、ないと思う。あのね、それはね、こっちのコーチたちもね、小笠原コーチとかも、柳沢監督とかも言ってた。すごいみんな質問するねって、日本だとやっぱ静かになったりとかけど、やっぱそれはこの国の教育なのかね、まあ、みんなどんどんさ、言いたいことをはっきり言うというか、ディスカッションの教育やけんさ。まあその日本のね、日本人国際学校の子たちもね、しっかり質問してね、その質問のクオリティも結構高かったよ。面白い質問。例えば、緊張を味方にするにはどうしたらいいですかとかさ。もう、そんないきなり質問するけんさ。な、すごーみたいな。ああ、子供たちすごかったな。うん。で、あとはね、あと FIFA カード。あのカードがあるけど、FIFA カードで言うと、みんなは数字どのくらいですかみたいな。そう。で、柳沢監督が、メッシはどのくらいって言ったら92かなんか言ってたかな。そしたら僕は91ぐらいかなみたいな。小笠原コーチは100って言ってた。さすがだね。うん。だけどそういうとこのね、面白い話も聞けたし、うん、今までの出会った監督で誰が良かったですかとか、小笠原コーチはね、あのプロ世代の監督じゃなくて、ユースかな、高校生の時に出会った監督って言ってた。なんか面白いよね。そのプロになったからそこでいい出会いよりももっと前にその小笠原コーチを変える出会いがあったんだなと思いながらね、
なんか司会しながら、あのこっちがいろいろ聞きたくなったよね。でワールドカップってどんな場所ですかみたいな。それを小笠原、誰に聞いたか、曽我畑コーチに聞いたかな。うん、そうそう、なんかねすごい面白い。あと試合もね良かったね。1試合目のシドニー FC、 シドニー FC はまだね朝早かったのか、相手がまだスイッチ入ってないかな、 なかったのか、1時ぐらいで、であとはねワンダラーズ、ワンダラーズもね子供たち来てくれて、うん、面白かったっちゃんね。4対4、まあ、前半ね最初ので速攻点が動いたって言って、俺もちょっとサッカースクールがあったから遅れて行ったっちゃけど、めっちゃ良かったって言ってた。でもねシドニーワンダラーズの方はアンダー20歳やけ結構でかかったね。でもそれに最初鹿島の子たちもやっぱその距離感とかパワーとかで負けちゃったけ、でも試合をさ重ねるうちというかさ、時間が経てば経つほどさ、うん、鹿島の子たちがさ結構自分たちのペースに持ってて、最後ら辺はもう鹿島ペースだって逆転してもおかしくなかったよね。やっぱああいう気持ちで負けないねとかをさ日頃から教えてもらっちゃうけんさ、多分すごい良かった、面白い、見てて面白かった。で日本のファンの人たちもさ来てくれてさ、そういう声ってさやっぱ届くけんさ、うん、良かった。であとはねいっぱいありすぎるね。あと最終日はね、あの最後の試合は、メイトの子たちも来て一緒に手をつないでさ 歩いてもらった、エスコートキッズとボールボーイ、うん、すごいあれはね子供たちにとっていい経験やったと思うし、まあ保護者もね、うん、みんな喜んだと思う。だってレジェンドたちが来たけんね、そりゃすごいよね。まあその中で俺は、うん、急遽ラインズマンというね代役を任され、ヒロキと一緒にそうよ、そのラインズマンもね45分2本やけんさ、まさかその試合をするとは思えたけんさ、そしてまた後ろにさ俺がラインズマンした方は鹿島のベンチの方で、後ろからまた小笠原コーチとね鈴木修斗コーチがさ来るからね、負けずにねラインズマン頑張りましたよ、45分2本。いやとにかくでもねいい試合やった、まあ、結果はね4-5-2?4-2やったかな、うん、鹿島がねやっぱ前半 2-0 で折り返したけど、やっぱ後半にねいっぱい点取ることができたかなっていう、やっぱ体力的にもね相手チームは疲れちゃったけ、まあ、鹿島のサッカーができたんじゃねえかなみたいな。で最後は勝ってね、うん、終わったんじゃないかなと思って。えこれ見て、これいいやろ、これこれなんでかっていうとね、これはね実はねもらいました。まあ誰にもらったかっていうと、実はねその鹿島のユースのコーチ陣、レジェンドのコーチ陣の中に僕の大学の先輩の秀夫さんっていう方がいて、その秀夫さんもこのユースのコーチとして、鹿島にいます。でも今回はねあのまだ残っている、日本に残っている選手もいるみたいやけ、そう居残りって言ってその残った子たちの面倒を見るって言ったけ、今回はねシドニーに来れんかったっちゃけど、いいお土産を、さすがやね、もうこれで、あ見えるかな、見えないか、鹿島や、これでもうね鹿島アントラーズの日本に帰ったらねこれ着て入っていこうかなと思いよっちゃうね。いいよね入って買って、もうね監督もしてるしコーチもしてるしね、もう顔パスんじゃねえかなって思っちゃうけんさ、そうそうこれを言って入ったよ、入っていこうかなと思ってます。秀夫さんありがとうございます。まあでもこっちでもね今から冬になるけんさ、これ着てうろちょろします。まあでもね今回はねやっぱいい経験というかね、そういう方といろんな話、いろんな話聞けたよ。ああもうあの時はどうでしたとかもそうやし、どうやって蹴るんですかとか、うん、キックの仕方とかさ、うん、であとはコーチしてる時に何を言ってるかとか、うん、それもしっかり俺も聞いたし、なるほどこういうことを伝えてるんだとか、多分その情熱はね多分選手たちも一番分かっちゃうと思うけ、まあしっかりね選手たちもついていってほしいよね。そうで、あとはね最後にね何か伝えたいことじゃないけど、そう空港でね最後なんか寂しいなって言ったらさ、小笠原コーチがなんか痛そうやなって言ってくれたけどさ、 そこで伝えたのが、まあ、今回の、オーストラリアの経験で見て感じたものがいっぱいあると思っちゃうけど、
っぱその中でその肌と肌の色が違う人たちと戦うで最後はお互いね笑顔で終われるであったり、例えば、YouTube にあげたけどマルディグラだから男性同士が一緒に手をつないで歩くとか、女性同士が手をつなぐで歩くとか、この国じゃ全然当たり前やし、うん、そういったところも彼らは見てね、いろんなことを感じたと思うし、そこでまだまだ日本はね、そういった部分で俺は遅れてるんじゃないかなっていうのをね、子供たちに、ユースの子たちに伝えた。やっぱね、どうしたってなんか周りの目を気にしたりとかね、そういうのまだまだね、日本はそういう小さなとこでさ、まだ止まっとう国と思っちゃうけんさ。で、人を助けにしても、オーストラリアじゃ、車椅子持った人がいたら助けるし、電車のとこでね。で、ベビーカー引いてる親がいたらもうもちろん助けるし、でも日本だと忙しいけとか、都会やけ、都会やけとか言って、その手を差し伸べるね、人が少ない。うん、それはもう、去年か7年ぶりに日本に帰った時に感じたこと。で、そういうのをしてくださいっていうのを伝えました。なんかそういうとこからなんか、柳沢監督が言ってたなんか人間力っていうのにつながるんじゃないかなと、小さなことを行動に移して助けてあげる、お互いを助けてあげていったらね、絶対ねいい人間力になると思うけっつって、それを伝えさせてもらいました。偉そうやけどね、まだ俺まだまだ未熟やけど、とにかくねいい経験でした。まあね、小笠原選手とワンツーした、ワンツーポンポンってコンビネーションがね、よかったですね。小澤選手、あれ、あ、コーチか、もう選手って言ってしまうね。あのワンツー多分今後一生ね思い出やね。ああ小笠原コーチのあのワンツーでのあのいい抜け出しあったかな。でもね、一緒にボール蹴ったけどめちゃくちゃうまかったよ。またちょっとねどっかね、柳沢、監督、小笠原コーチとか曽我さんとかね話したらいいな。個人的にどういう人だったのかだね、話したらいいなと思って。で最後に見てください、これ、じゃじゃーん、もらいましたよ。これはね、なんと小笠原コーチの靴もらいました。いいっしょね。でもねこれね、俺気がついたっちゃうけど、最後らへんにこれサインもらってないっちゃうね。やっぱこういうのってサインがいるんかな、わからん。まあでもこれも今動画に映しとけ、嘘じゃないよ、ほんともらった。これはどうするか、またちょっと考えよう。飾っとくか履くか。サイズはちょっとでかいけどね、サイズちょっと次小さいのとかは言いませんが、お願いします。ということで今日は、鹿島アントラーズが、シドニーに来たよということで、 YouTube も復活します。 YouTube 戻るよ、もう一回。忙しかったけんね、ちょっとね休みをもらってました。でもこれからまたね、YouTube 生配信も、週末の生配信もするし、皆さんぜひこれからよろしくお願いします。これね、鹿島の子たちも見とって言った、頼むでみんな、いろいろチャンネル登録、グッドボタン、そしてシェアと、あーできるできないいろいろあるかもしれんけど、まあ友達にどんどん言ってね、ファミリーにも言ってよろしくお願いします。いやね、おそらくねあのメンバーからね日本代表ね生まれるよ。うん、待っとくよ。シドニーにも待っとく。じゃあね、バイ。